はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、こちらです。野原工芸来店予約直前対策。はい、ということでね、まあ、今回もですね、近づいてまいりました野原工芸の来店予約なんですけどね、今回ね、正直なんですけどね、どうしようかなって、まあ、ちょっと悩んだところがあったりしたんですけど、やっぱりですね、亀の子さんやってくださいっていう風なね、まあ、声がね、まあ、DM とかでもまあ結構いただいたりとかですね。はい、あとはですね、まあ、文句を中にはね、ちょっと言う方もいらっしゃったりもね、するんですけどね、まあ、これで自分のこの動画で必ずしも撮れるっていうわけではなくてですね、まあ、毎回結構熾烈さがまあ増してるかなと思うんですけど、はい、まあ、その中でですね、まあ、無事に自分の動画も参考にして撮ることができたという方、喜びの声とかもね、毎回いただいたりもしてるんでね、まあ、今回は直前対策ということでね、まあ、やっていこうかなと思います。まあ、ちょっと急遽ですね、まあ、これ資料を作った感じなんでね、まあ、ちょっと間違ってるところもあるかもしれないんですけどね、まあ、ちょっと自分今までの経験からいろいろまとめたこととかもいろいろあったりとかもするんで、まあ、このね資料を交えながらね、まあ、ちょっと自分なりにまあ、ちょっと長くなるかもしれないんですけどね、いろいろと紹介できればなと思うんでね、まあ、ぜひですね、今回の動画も皆さんぜひ参考に、まあ、直前ですけどしていただいて、はい、まあ、頑張ってね、チャレンジの方していただけるといいかなと思います。はい、ということでですね、まあ、今回の動画もぜひ皆さん最後までご覧いただいて、最後にいいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでですね、まあ、野原工芸の来店予約、後でね、まあ、ちょっと日時とかまあ見えるかなと思うんですけど、ちょっとね、何枚かこういうふうに資料を用意して、本当だとですね、まあ、これなんか教室とか借りてですね、はいはいはいって、これ配布資料みたいな感じで、プリントみたいにね、したいところなんですけどね、まあ、ちょっと一枚一枚なんですけどね、まあ、ちょっとまずはですね、スクショタイムですね、5秒間それぞれ設けたいなと思います。はい、ということでね、じゃあまずはですね、これ1枚目これいきましょうか。はい、ということでね、まあ、これ5秒間スクショタイムの方設けたいなと思います。はい、いきますよ。よーい、スタート。はい、ということでね、じゃあ2枚目の方行きたいなと思います。はい、それがこちらですね。はい、ということでね、じゃあこれも同じく5秒間行きたいなと思います。よーい、スタート。はい、ということでね、じゃあ次行きますね。はい、まあこちらですね。はい、まあこれも5秒間行きたいなと思います。はい、よーい、スタート。はい、ということでね、じゃあ次行きますね。はい、まあ、こちらですね。はい、まあ、これも5秒間行きますね。はい、よーい、スタート。はい、ということでね、じゃあこれ置いておきまして、じゃあ次これですね。はい、まあ、同じくいきますよ。はい、よーい、スタート。はい、ということでね、じゃあ次行きますね。はい、こちらですね。はい、まあ、同じくいきますね。はい、よーい、スタート。はい、ということでね、じゃあ次いきますね。はい、まあ、ちょっとね、これ小さい文字なんですけどね、後でですね、まあ、ちょっと大きくしたいなと思います。はい、もうちょい大きくできるかな。これもうこれぐらいですね。はい、同じくいきますよ。よーい、スタート。はい、ということでね、じゃあラストですね。はい、こちらですね。はい、まあ、これも小さいんですが、後でちょっと大きくしますね。はい、よーい、スタート。はい、ということでね、まあ、こういう風にね、取れた感じなんですけど、そうですね、まあ、ちょっと待ってくださいね、並び順をね、ちょっとね、上に乗せちゃったな。まあ、ちょっと待ってくださいね、ちょっと並び替えますね。はい、まあ、手前のところをちょっと並び替えまして、はい、ということでね、まあ、並び替えました。ごめんなさいね、これ、上にどんどん乗せてって、逆順になりますね。はい、ということでね、じゃあ、まずはですね、まあ、これ、バーっと行きたいなと思います。これね、まあ、以前からですね、まあ、ちょっとね、野原工芸さんのホームページの方と、あとはオンラインストアの方は、サイトが2つにこれね、割れてる状態なんですよね。で、そこのところのね、表記がですね、これね、スタートの時間、これがね、ちょっとこういう風にね、割れてて、これ、どっちという風なね、まあ、ちょっと分かりにくいところがあったりもします。まあ、これがホームページのね、これ、フッター部分、まあ、下の方ですね、の表記
で、まあ、これ、同じくですね、まあ、フッターのところにこんな感じで書いてあります。これ前回の時、まあ、こんな感じだったんですけどね。はい、まあ、これ果たしてどっちみたいな感じなんですけどね。まあ、これ、まあ、正直、まあ、こっちの方でね、まあ、ちょっと用意しておいた方が、まあ、安全なんじゃないかなと思います。まあ、これは、過去のね、まあ、ちょっと、経験から、まあ、基づく感じなんですけどね。はい、まあ、具体的に、この時にスタートしたっていう合図が、まあ、ある時とない時があったりとかもするんですけど、うん、なんか最近はちょっとその辺が、バラバラだったりもして、なんかその報告によると、まあ、半頃からなんか繋がったよ、みたいなのもあったりするんで、まあ、それぐらいから、まあ、可能性があるかなと思います。まあ、これもね、ちゃんとアナウンスしてくれたらいいんですけど、まあ、ちょっとない時もあったりなんで、まあ、大体この辺りをちょっと、まあ、狙って、みたいな感じではいいかなと思います。あまりにも早すぎたりとかすると、なんかちょっと断られたみたいなケースとかもあったりとか、まあ、ちょっと何回もそれの時にかけると迷惑になるかなと思うんで、まあ、ちょっとすごい難しいところなんですけどね。まあ、9時半からの、まあ、可能性と思ってください。はい。で、まあ、これ、10月28日になっても、まあ、この表記がちょっと変わってなかったんでね。うん。まあ、ちょっとね、まあ、ずっとこのままで、まあ、行かれるんじゃないかなという感じです。はい。ということでね、まあ、こっち側のね、まあ、9時ですけど、まあ、もうちょい、まあ、この間あたりの、まあ、9時半頃の可能性と、まあ、思ってください。で、まあ、直前にもしかしたらね、なんかアナウンスがね、なんかボンとある可能性もあったりもしますし、まあ、今回正直、ゲリラだったりもするんでね、まあ、時間に関しては、まあ、ゲリラだけど、だいたいこれぐらいあたりでと、思っていただけるといいかなと思います。はい。で、まあ、そういうような感じですね。まあ、時間はゲリラなんですけど、日にちに関してはですね、2022年の11月29日火曜日。これがですね、ちょっと学生さんにとっては、厳しい時間帯かなと思います。まあ、大人でもですね、まあ、仕事とかあったりとかで、ね、なかなか大変なんで、もうぜひですね、ご家族の方と協力して、まあ、望まれるといいんじゃないかなと思います。このために学校を休むというのは、ちょっと個人的には、うんと思います。まあ、仕事とかもそうですね。ちょっとどうかなと思うんですけど、まあ、なぜ、ね、まあ、家族でいろいろとね、まあ、チャレンジ連携していただけるといいかなという感じです。でね、方法がですね、まあ、これもっと他のね、なんか方法とか抽選とかあってもいいような気はするんですけど、まあ、一応電話という風になってます。皆さん気をつけてください。で、この電話に関してもですね、まあ、野原工芸さんそんなになんかすごい会社でなんか仲良い線も引いてるなんかコールセンターみたいな設けてるというわけではないんで、まあ、同時に電話がつながるとかなんかそういう風な、まあ、システムとかなんかまあそういうのもあったりとかするんですけど、そういうのもどうやら導入してないような感じなんです。すごい回線がパンクしたりする可能性があるんでね。はい、もうちょっと何回かちょっと電話トライしていただく必要があるかなと思います。まあ、それでなんか中には何百回何千回と試したというふうな、そういうぐらいのレベルの方もまあいらっしゃる感じなんでね。まあ、ちょっとかなりの争奪戦になるかなと思うんですけど、はい、まあ、電話しかまあ今のところない方法になります。この電話のね、このやつがない場合で、野原工芸さん直で行ってしまうとですね、はい、予約なしいう感じで、ごめんなさい、入店お断りな感じになっちゃうんでね。まあ、この電話、やっぱり来店する上ではちょっと必要になってきます。まあ、ホームページでカレンダーのところを見ながらですね、まあ、電話をかけるような感じなんですけど、まあ、それがですね、まあ、基本金土日祝になります。はい、ただですね、これ木曜日もちょっと臨時休業とかの影響とかで、まあ、食い込んでたりもするんで、これぜひホームページの方は皆さんご覧ください。で、まあ、時間帯に関しては1日この3枠しかないんですよね。はい、まあ、午前のまあ10時から12時、ここからまあちょっとお昼休憩1時間ほど挟むのかな。で、まあ、13時から15時のまあ2時間、15時から17時までの2時間ということで、この 1,2,3 枠あります。はい、まあ、これをまあ事前に取るよという感じになるんですよね。で、まあ、すでに取られるとホームページ上で×って書いてあるんですけど、まあ、それちょっと遅延があったりとかもするんで、電話かけたタイミングでは丸になってるけども、そこが埋まってるというふうな可能性もあるんで注意してください。まあ、電話を聞いてからまあ、手動でなんかホームページなんか変えられてるような感じでね。あとはですね、これちょっと注意なのがですね、まあ、その木曜日があるかもしれないというのが、まあ、この変則な場合とかですね。で、まあ、金曜日とかだったとしてもちょっとなんか都合で罰になってるような時もあるんで注意してください。はい、であとはですね、このね、まあ、15時から17時なんですけどね、これね、ちょっと注意なのがですね、バスとかね、そういうのとかで行かれる方はですね、まあ、結構その辺がきついかなと思います。はい、まあ、これ逃すと、まあ、タクシーになって、まあ、結構なお金かかったりもしますし、あと今回ですね、1月から4月なんですよね。で、野原工芸さんの本店って豪雪地帯です。長野県の山の上の方なんでね、めちゃくちゃ雪降るんで、この1月とかこの辺2月とかめちゃくちゃこれ
注意なんですよね。まあ、3月の終わりとか4月頃になるともうだいぶ雪解けだったりとか雪降らなくなるんで、まあ、その辺はあれかなと思うんですけど、まあ、なんせあのゆっくりゆっくりのペースで山とかあのチェーンとかで登らないといけないし、下手したらちょっと登れない可能性もあったりなんでね、その辺はあのもしあの雪で大雪で行けないとかになる可能性もちょっとありえるかなと思います。はい、なんでね、まあ、ちょっとねこの朝の10時のあたりもちょっとこれ注意かな。はい、あのゆっくりゆっくりあのもうギリギリであの着くかというとちょっと危険かなと思うんでね、あのなるべくあの時間余裕を持ってあの行ってください。あとですね、たまにですねこの野原高原どういう感じであのなんか行くんですみたいな感じでどうすればいいですかとか、なんか歩いて行きますとか、なんかすごいあの意見いただくこともあるんですけど、まあ確かにもう行けなくはゼロではないかもなんですけどね、今からちょっとですねあの何枚か写真見ていただこうかなと思うんですけど、まあ自分過去の動画とかでね、まあ上げたことあるんですけど、野原高原のその道中どんな感じかというとですね、こんな感じになります。じゃーん、はい、まあ、こんな感じの峠、これあのリアルですよ。はい、これまだあの野原高原、あのまだ山の上の方にあって、これあのつく、まあ、これ関西方面から上に登っていくところなんですけど、これあのつく、これ30分前か20分前ぐらいのこれ様子かな。はい、まあ、こんな感じの峠道、はい、もうこれ歩道とかこれご覧ください。もうこんな感じですよ。しかもトラックこんな感じで通るんですよ。はい、まあ、ここのところはね、あのこんな夕方とかあの雪とか降ってたらどうかみたいな感じです。で、途中こんな感じのところもあったり、これ道合ってるのみたいな、こんな感じ感じのところもあったりします。で、極めつけはこれなんですけどね、はい、もういつイノシシとかなんかあのね鹿出てきてもおかしくないですし、ここのところご覧ください。これ溝がこういう風にあるんですけどね、はい、まあ、ここのところ雪とかでなんか埋もってたらなんかここ落ちちゃったりもする可能性もありますし、結構こんな感じのね山奥にあったりするんですよね。はい、もうこれいただ見ていただくとちょっとね、あのやめておこうかなとか、ちょっと注意しようかな、あの車で行こうかなって考えられた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これぐらい山奥にあると思ってください。さらにさっきの写真からさらに山に登ったところに実はあるような感じなんですよね。はい、というようなね、まあ、感じだったりもします。で、まあ、予約なしの来店を断りで、必ず本人が電話、まあ、親と一緒に行かれる方はまあ親の場合でね、まあ、取っていただいてもいいかもなんですけどね。はい、で、まあ、あのこれ来店予約するとですね、ウェブよりもですね、まあ、いろいろとあの本数買うことができるんですけど、これもね、まあ、いろんな変な買い方された方がいてですね、まあ、あのお一組様10点までというふうな感じになってます。で、お一組もあの5名までというふうな、まあ、限定もあったりもします。これ家族でも OK ですね。で、あとシャーペンはなんですけどね、お一人様1点までという感じになって、まあ、この辺ちょっと後でねややこしいんでまとめたいなと思います。で、10種も各10種1点までとかね、なんかいろいろとこういうふうな感じでね、まあ、あのいろいろと制約があったりします。まあ、来店でのね、これあの10種の事前予約や、まあ、ご確認は、まあ、不可、まあ、行った時の、まあ、これ運です。はい、まあ、あのその時ね、あのもうあったやつがもうラッキーと思ってください。まあ、自分も何個かね、まあ、考えてたんですけど、それもね候補あの何個かなかったりもしました。まあ、でもね、あのちょっと思わぬね、あの素敵な出会いとかもあったりもしたんで、まあ、個人的には嬉しかった感じですね。でね、これあの無断のね来店キャンセル、まあ、確かにあの、まあ、行かなかったらキャンセルかもしれないんですけどね、これあの1日にこうやってね、まあ、野原小路さんもちゃんとあの会社としてやってますし、これ2時間の枠を正確設けてるので、ここは無断でキャンセルになると、まあ、それはちょっとやっぱりですね、あのどうかなと、倫理的にどうかなというところもあったりもするんで、これ必ずですね利用キャンセル、これ言うのがもうあの筋かなと思います。はい、もうこれであの勝手にあの無断キャンセルとかにしてしまうと、もう次回以降ちょっとどうなっても知らないよという感じですね。で、まあ、キャンセル極力3日前までにあのしてくださいというふうな感じの、まあ、表記とかも書かれたりもしてます。はい、まあ、これあの来店予約の、まあ、ここのところ、まあ、見てください。あのカレンダーとかね書いてるんでね、はい、まあ、これであの分かるかなと思います。で、アドバイスなんですかね、もう本当にね、熾烈なあの争奪戦が予想されます。本当に危ないんでね、もう確保してください。もう100回とかにあの1000回とかもなんかかけたような、本当にそういうふうな例とかもあの見かけたりもするぐらいです。はい。というようなね、感じで、まあ、それでまあ、学校休むというのもちょっと動画だったりもするんですけどね、まあ、あのちょっとその辺であの協力の方が必要かなと思います。で、あの、まあ、今のところもこれ、あのね、あの、うん、ちょっとシステム変えるとかも、あのそういうふうな傾向もなかったりもするんで、もうより一層なんか人気とかも上がってて、まあ拍車が今後かかっていくかなと思うんでね、はい、あのまあ皆さん頑張ってください。で、まあカレンダーはあのさっき言ったようにあの手動でまあされてると思います。なんか×の印がたまに X になってたりとかもする時もあったりするんで、はい、あのまあ手動でされてるんじゃないかなという感じです。で、あのまあカレンダーでね電話かかったタイミングで丸であったとしても、それあの遅延がかかってて、あの本当は×だったということもあるんでね、もう第1第2第3第4はい、まあ、いろんな候補をですね、まあ、立てておくのがいいんじゃないかなと思います。
はい、であとはですね、まあ、タクシーとかですね、まあ、乗り遅れだとか、まあ、そういうところがあったりとか、あで、バス乗り遅れてタクシーということもあるかもしれないんでね、もう予算はもうあるに越したことないんでね、まあ、十分に、まあ、余裕を持ってね、行くことをお勧めしたいなと思います。はい、まあ、あとはですね、交通機関の不足のトラブルですね、まあ、さっき言ったチェーンとかですね、はい、まあ、結構冬のシーズンなんで今回本当に注意の方をしてください。はい、あとはね、来店直前になって忘れてたとか、なんかそういうようなこともあるんでですね、まあ、事前に電話とかがなんかかかってくるのかな、前はかかってきてたんですけどね、ちょっとわかんないんですけどね、その辺注意してください。で、今回この豪雪地帯、まあ、冬のまさに予約なので、まあ、注意が必要かなというところが、まあ、自分からの、まあ、簡単なアドバイスになります。はい、であとはですね、まあ、Q&A なんですけど、まあ、いろいろとこれいつ頃に終わりますかとか、なんかいろいろとですね、まあ、あったりするんですけど、まあ、それに対する Q&A の回答とかを、まあ、書いてます。はい、まあ、大体何時ぐらい、まあ、1日持ちますかなんですけど、まあ、大体夕方までぐらいしか持たないですね。で、まあ、毎回、まあ、見てると、まあ、9時過ぎぐらいから、まあ、スタートかなというふうな感じです。はい、で、裏技に関してもこれもう特にないです。もう電話とかはもうとにかく、まあ、かけるという感じなんですけどね、あまりにもモラルなくかけ続けるとちょっと他に迷惑もかかったりもするんで、まあ、その辺注意してください。はい、で、あと内緒で行こうという方もいたりとか、なんか歩いてとか、なんかいろいろバーって質問いただくんですけど、さっきの写真見ていただくと、やばいなということがわかるんじゃないかなと思います。はい、で、あとはこんな辞書ありますかとか、なんか値段いくらですかとか、いろいろ言われるんですけども、正直もうね、サイトの方の大体イメージ見ていただけるといいですし、まあ、これもですね、まあ、ちょっとね、まあ、いろいろまああったりするかなと思うんですけど、まあその時の運とね、まあ、思っていただけるといいかなと思います。ですね、まあこの9のね、固定先がね、と金銀ありますかなんですけど、これね、過去のですね、シャーペンのやつなんですけどね、うん、まあちょっとこれ、うん、限定のやつですけど出しましょうか。はい、まあ、これですね、まあ、自分はまあ作っていった時に、まあ偶然あった感じなんですけど、まあ、ここのところの半門純金金具とか、まあ、この辺も、うん、もうちょっと今はないようですし、まあ、これ先端がこういう風になったやつ、はい、まあ、先端が収納こういう風にできるようにまあなってて、先端がこういう風になってるのがまあ旧型のやつなんですけど、もう旧型がもうだいぶないかなと思うんでね、まあ、このオプションとかはまあないかなと思います。まあ、樹脂もこれ偶然行った時にマーブルとなんかこんな感じの変わった木みたいなのがあったんですけど、うん、まあ、これももうその時の運ですね。もう自然のもんなんで、もう何があるかとかちょっと分かんないような状態になってます。はい、まあ、その辺のことをこの辺とかにも書いてるような感じです。はい、でですね、まあ、この来店なんですけどね、まあ、1人何本とか、なんか何組とかね、ややこしいことが書いてあったんですけど、まあ、来店はですね、まあ、5人までなんですよね。はい、まあ、1組、まあ、5人までなんで、これ6人いるんで、これアウトな感じですね。で、まあ、来店は5名までこれ収まってるケースで、シャーペンはこれお一人様1本まで、まあ、このシャーペン、それぞれがまあ1本っていうのは OK なんですよね。で、お一組様10本まで、まあ、全部でこれ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 本収まってますね。で、各樹種、まあ、ABCDF、まあ、これ樹種がそれぞれ割れてるんで、まあ、これは OK なパターンです。はい、でもですね、まあ、これ同じ5人で、あとはこれね、シャーペンでこれ2個こういう風にやってて、これはアウトですね。はい、まあ、こういう中で、まあ、ちょっといろいろややこしいかもしれないですけど、これは正直お店行った時になんか店員さんが割とこれダメですよって言ってくださるかもしれないんでね、まあ、その辺はあんまりこれ気にしすぎることはないかなと思います。これちょっと罰かどうかようわかんないですけどね、まあ、お一人樹種お一人、うん、まあ、そうですね、1点までということなんで、まあ、アウトかなと思うんですけど、まあ、こういう風なケースとかもあったりもします。はい、まあ、極端な例だと、まあ、2人でこんなケースもいけるっていう風な感じかな。まあ、なんかいろいろパターンはあるかもなんですけどね。はい、まあ、こんな感じでちょっと制約が、まあ、ちょっと変な買い方された方も過去にお客さんいらっしゃるんで、まあ、いろいろと制約が加わって、まあ、こんな感じと思ってください。でも絶対狙った樹種があるっていうわけでもないです。まあ、自分行った時に例えばカリン紅白はあるかなって思ったんですけど、カリン紅白訪ねてみるとなかったりとか、でも他の人が行った時にはなんかあったりとか、なんかそういうこともあったりとかもするんで、本当に行った時の運ですね。はい、まあ、それも運命と思ってね、まあ、それも楽しむようなね、姿勢でいられる方は、まあ、この来店予約ぜひ取っていただけるといいんじゃないかなと思ったりもします。まあ、ウェブに出てる以外の樹種とかもあったりとかして、まあ、それはそれでまあ魅力だったりもするかなという感じですね。はい、ということでね、まあ、そうですね、まあ、どれぐらいのね、まあ、勢いで売れていたのかと、いつ頃スタートしたのかっていうのをね、まあ、自分ちょっとね、前々回と前回の分ですね、まあ、こんな感じでちょっとログを取ってたんで、はい、じゃあちょっとですね、この部分をですね、まあ、いろいろと見ていきたいなと思います。まあ、ちょっとこれ
ラインマーカーとか用意してですね、まあ、ちょっと見ていきましょうか。これが前々回の3月15日にあった時の、はい、あの、まあ、備忘録なんですけどね。はい、まあ、この辺9時ぐらいにはまあ変化はなかったです。まあ、この辺なんか準備中みたいな感じだったんですけど、9時40分頃ぐらいからなんか仮面側が埋まり出して、あ、スタートしたかなっていう感じです。はい、まあ、9時54分あたりからまあこういう風な感じで、これ投稿があったりとかしたんですよね。この時は投稿があった感じなんですけど、だいたいこの辺りからスタートしたと思ってください。まあ、ここからずーっとこんな感じで、まあ、カレンダーが埋まっていきます。どん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 こんな感じのペースで、まあ、埋まっていく感じなんですけど、そうですね、これ昼ぐらいの時になんかこの止まるタイミングがある感じなんですよね。この時お昼休憩なのかなみたいな感じなんですけど、やっぱりまあ、見てってると、まあ、この時まあ、3月15日あたりで、まあ、ゴールデンウィークのとことか、まあ、その辺あたりを撮る時なんですけど、まあ、だいたいは休日、まあ、ゴールデンウィークとか、まあ、その辺がまあ埋まっていくかなという感じになってます。はい、でまあこんな感じでずーっとこういう風にいって、はい、まあ終わる感じなんですけど、まあこんな感じですね。はい、まあやっぱり電話の回線パンクの中電話が流れるとか、なんかいろいろですね。はい、まあ500回以上、1000回以上試したらみたいな、こんな感じの SNS とかの投稿とかもね、なんか出てきたりとか、まあ結構大変な感じですね。はい、なんでまあ皆さんぜひまあちょっとね、この辺注意の方してください。はい、ということでね、じゃあですね、これ前回のやつですね、はい、7月のね12日、はい、まあ、この時どんな感じだったかっていうのをスタートしていきたいなと思います。はい、まあ、同じく9時ぐらいには変化がなかった感じです。で、9時半にも変化なく、まあ、9時半過ぎあたりですね、まあ、このあたりからゲリラスタートかなみたいな感じです。はい、でまあ9時半頃だったらまあ可能性、まあ、ここのところを自分はまあ時間の予想で採用してます。でまあこんな感じでまあ 5% 何パーセントという感じで、これずーっと自分はあれですね、Excel でなんか表を作ってなんかバーって埋まり具合をちょっと監視してた、監視というかなんか注目してた感じなんですかね。はい、まあ、ずーっとこんな感じでまあ行ってます。うーん、まあそうですね、どんな感じかな。はい、まあ、こんな感じでずっと行ってて、ほんでこれ昼頃ですね、まあ、やっぱりこれ昼の休憩みたいなのがあるようで、ここのところがなんか変化がないような感じですね。まあ、12時ぐらいからまあ1時間ほど、まあ、これ来店予約のなんかその期間もそうなんですけど、でまたこの1時ぐらいからずっとこういう風にまあ埋まり始めるよという風な感じで、だいたい終わるのがこの辺りですね。はい、14時36分、これどうかな、学校帰り間に合う人は間に合うかもですし、間に合わない方は間に合わないか、まあ、ちょっと学校によっていろいろかもなんですけどね。はい、まあ前々回の時もだいたいこれぐらいですがね、4時40分ぐらいに埋まるような感じなんで、もう本当夕方、昼過ぎかな、これ夕方にはかからないかな、まあ、それぐらいでまあ埋まっちゃうと思ってください。はい、でまあ気づいたこと前回の時なんですけど、公式からこれ発表なかったです。この時はで静かに票が埋まり始めました。でいつもより割と界隈まあ静かな感じだったんですけど、でも結構そうすごい熾烈なね争いがあったような感じになります。でやっぱりスタートからもう回線パンクの報告とかがまああったりとか、まあ、お昼もぐもぐタイムがあったり、まあ、やはり土日からまあ先に埋まってるような感じですね。で金曜日が残るような感じなんですけど、まあ、この辺注意の方してください。で、まあ、前回はこの前の時ですね、まあ、14時40分頃終了で、まあ、この時もだいたいこれぐらいにもうちょうど終わるような感じなんで、そうですね、まあ、2時後半ぐらいですね、もう3時までにはちょっと終わるぐらいで今回も行くんじゃないかなと思います。はい、というのはこんな感じですね。はい、でまあ、こういうふうに自分の予想を立てたんですけど、まあ、実際こうなるかどうかは分かんないんですけど、まあそうですね、まあ、前々回と前回がこんな感じでまあ動いていったんで、まあ、今回もおそらくこんな感じの流れになるんじゃないかなと個人的に思います。はい、というふうな感じですね、まあ、いろいろとこういうふうに資料を用意してきたんですけど、まあ、11月の29日、まあ、スタート、まあ、ゲリラっていう感じなんですけど、うん、まあ、大体まあ9時半過ぎぐらいから、まあ、大体14時後半ぐらいですかね、まあ、うん、3時までぐらいにはまあ終わっちゃうかなと思います。まあ、学生さんにとっては非常になんか厳しい時間帯になるかもなんですけど、まあ、ぜひですね、まあ、学生さんこれお聞きになっている方はもうちょっとですね、家族の方の協力を得たりとか、まあ、そういう風な感じで、まあ、ちょっとチャレンジの方を、まあ、何とかしていただけるといいんじゃないかなと思います。あとはね、もうくれぐれもですね、まあ、もう一回出しておくんですけど、まあ、行く道中の道がこんな感じです。もう歩いて、まあ、行けなくもないかもしれないんですけど、まあ、すごい過酷な感じになりますし、もう雪道でしかもこんなところちょっと通ってると、もう親御さん もう非常に心配なんじゃないかなと思うんで、まあ、なるべくも車で行かれるのを個人的にお勧めしたいなと思います。まあ、バスに関してはですね、まあ、ちょっとこの
15時17時枠、この3枠目ですね、ここもちょっと厳しいかなって思ったりもするんで、なるべくこの1、2枠ですね。で、あとはこの車とかで行かれる方は、まあちょっと冬のシーズンなんでね、まあこの辺間に合うかどうかっていうところもあるんで、個人的にこの2枠目おすすめなんですけどね。はい、まあそんな感じで十分、本当に十分対策の方をしていただいた上でですね、まあこの来店の方はしていただけるといいかなと思います。まあ2022年の11月29日、まあ時間はゲリラで、まあこの時に2023年の1月から4月分を取る、特に1月とか2月とかもう豪雪地帯、はい、なんでもう注意の方をしていただけるといいかなと思います。はい、というような感じですね。まあ本当はですね、まあいろいろとですね、まあ他になんかこのノック式のなんかペンがあるよとか、このロータリータイプのやつがあるよとか、まあ樹種のこの話とかもまあいろいろしたかったんですけど、もうすでにもう20分とかね、まあ過ぎてる感じなんで、まあちょっともうそれでもゆっくり、ちょっとごめんなさいね、駆け足でいきましょうか。はい、まあこんな感じですね。長さがですね、まあこのロータリータイプ違ったりもします。まあでも小さい手帳とか自分愛用したりしてるんで、まあそれを持ってる方はこの回転式のこういう風なボールペンで珍しいと思うんで、木のロータリー案外個人的にいいかなと思ったりもします。はい、まあこれがケヤキですね。まあ人気のやつなんですけど、これは旧型のやつです。もしかするとまあウェブの方はもうだいぶないんですけど、来店するとまだある可能性もあるかなという感じがしますね。もう今はですね、これ先端が、これがスタンダードタイプのボールペンですね。で、これがスリムタイプのボールペンです。まあ見た目はよく似てるんですけど、径がまあスタンダードの方が若干太いっていう風な感じになってます。まあでもあんま違いがないように見えますね。まあでも中のリフィルは金属だったりで、まあちょっと重心が違ってるよっていう風な感じになります。まあ厳密にシャーペンと径を合わせたい場合は、はい、スリムタイプのボールペンの方行ってください。まあすると綺麗に合うような感じになってます。あとはですね、最近のやつなんですけど、クリップのここのところが、はい、三蔵クリップっていう風なこんな感じのやつに変わりました。ボテッとしたやつがちょっとこういう風に変わったんですけど、もしかすると来店するとまだこのボテッとしたやつ残ってる可能性もあったりもするんで、まあその辺の融通は割と本店の方は効くかなという感じがしたりします。あとはまあ先端がこんな感じでなんか細いガイドパイプになったというのがまあ昔からの違いなんですけど、もう旧型の金具はもうあんまりもう正直本店ないんじゃないかなと思います。まあいろんな樹脂がこういう風にあったりとかで、まあもっとねウェブとか以上に素敵な樹脂とかも、はい、あったりすると思いますし、あとはまあ来店したらね、なんか交流ノートみたいなところにもね、なんかいろいろとなんか思いを綴ったり、まあ自分もちょっとねサインとかも残したりもしてるんでね、まあその辺もまあ見ていただけるといいかなって思ったりもします。はい、というような感じですね。まあいろいろ話したんですけどね、今回はこれで終わりにしたいなと思います。皆さんね、まあかなり熾烈な戦いになるかなと思うんですけど、はい、無事に皆さん取れることを祈ってます。で、まあ取れたらね、自分の方にありがとうとかね、取れたよみたいなねこととか言っていただけると嬉しいですし、まあちょっとね行く時とかにですね、まあちょっとどうしても分かんないよということがあったりとかしたら、まあ聞いていただけると嬉しいかなって思ったりもします。はい、というような感じですね。まあ今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かった、参考になったよという方はぜひグッドボタンを、でチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。